ベイチャンネル、ベイちゃんのおもちゃ部屋。仮面ライダー50周年。どうも、ベイちゃんです。今回紹介するのはこちら。デラックスバリットレックスバイスタンプです。こちらは仮面ライダーリヴァイのパワーアップアイテムになっております。では早速箱から出してみたいと思います。はい、箱から取り出した状態がこのような形になっております。卵ですね。はい、まあまずパッと目につく卵があって、こうひびが入っている状態になっております。で、恐竜の手と足と尻尾が少し出ている状態になっております。で、ここの尻尾の部分がスイッチになっています。で、こちらには赤外線の、センサーがあります。で、後ろ側はこのような感じですね。で、ここにもねスイッチがあるんですよね。これを押すと卵が開いて、この後ろの絵のような状態になります。ベルトと連動するとここを押されて開くっていう状態になるんですかね。はい、で、横こちらに謎の穴が開いております。はい、まあこれに何かまた追加のおもちゃがくっついて連動遊びができるっていうことなんでしょうけれども、まだなんだかわかんないです。はい、で、このアイテムからは、隠れ仮面ライダーは特にないです。今まで出た10種の力を、これにギュッと詰めたようなアイテムなので、隠れ仮面ライダーはこのアイテムにはないです。で、これはリヴァイのパワーアップなだけで、バイスはパワーアップには関係ないようです。まあ、本編でも、ジョージ狩崎さんに今回はお預けだと言われておりました。で、自分でねこの卵の殻を詰めてこのような盾を作っておりました。で、こちらの盾を使ってバイスは戦っておりました。まああれですね、キャプテンアメリカのような感じで戦っていました。はい、ではベルトと連動していきたいと思います。はい、今ので、仮面ライダーリヴァイバリットレックスゲノムに、変身が完了します。ちょうど、ロングバージョンっていうんですかね、このおもちゃ変身音がロングバージョンっていうのも入ってて、4分の1だったかなの確率で鳴るっていうことで、通常は My name is 仮面ライダーリババババイリバイリバイリババババイリバイで終わりなんですけど、その後にさらにもう一回リバババイと歌っておりました。はい、ちょうどロングバージョンが取れましたね。はいで、LED がねこうレックスって言うんですかね、メカレックス、この目がすごいLED で綺麗に発光しておりました。で、今までと違ってスタンプと封印された台座が向かい合うのではなくて、お互い背を向けている状態になります。で、いろいろ言われておりましたね。なんか喧嘩するっていうか、こうバイスと仲違いするからそっぽ向いてるって言われてたりしましたけど、本編見て、
お互いに信頼し合って背中を預けられるからっていう風に考察する人もいたりと、本当いろいろな考えがあって面白いなと思いました。まあ、自分もその考察を聞いて、本編も見てその考察も聞いて、あ、きっとそうだなって思いました。お互いのことを信頼し合って背中を預けられる仲になったっていうので、この表現を取り入れたのかなと思います。で、戦い方も氷を使ったりする戦い方で、すごいなんかいろいろ本編に今回いろいろ盛りだくさんな感じだったんですけど、それでもなんだろうな、負けず劣らずちゃんと新しい新フォームが目立っていて、いいお話だったなと思いました。でこれは、今まで出た10種のバイスタンプと連動して必殺技を出せるっていうことで、10種読み込んで必殺技をやるっていうことができるらしいんですけど、ちょっと次それをやってみたいと思います。他のスタンプとの連動の前に通常必殺技を、バリトレックス単体の必殺技を先にやってみたいと思います。はい、今ので、必殺技が完了になります。必殺技の時も LED が発光して、とても綺麗な感じになっております。では続きまして、10種連動でやってみたいと思います。はい、では、別売りのバイスタンプと10種連動でやってみたいと思います。はい、というわけで、10種スキャンしての、連動しての必殺技の音声になります。10種続けてスキャンするっていうのはなかなか大変な作業ですね。はい。で、この開き具合なんですけど、なんか途中で止まっちゃう時があるんですよね。そうすると手動でもね上がらないので、もう一回こう倒してレバーをやってあげないと、レバーアクションで、開くようになるみたいで、でこれちゃんと開くんですけどね。はい、一応10種の、スタンプの音声としてはこのように、言葉を続けて言っているような状態になります。で、10種以外のスタンプ、私が持ってるのはこちらの2つ、バッタとコンドルになるんですけど、こちらだとどういう音声になるのかっていうのをやってみたいと思います。ではバッタの方からいきたいと思います。
このような音声になります。スタンプ一つだけスキャンしての必殺技っていうのをやっていないので、それをやってみたいと思います。で、バイスタンプ10種持ってないよっていう人もね、いると思うので、そちらもね、まあ、先ほどやったバッタとコンドルのやつの2種っていうのもそれになるんですけども、一応あの10種の中で1個2個しか持ってないよっていう時の音声ですね。はい、というのが、一種読み込んだ時の必殺技音になります。いかがだったでしょうか、バリットレックスバイスタンプ。この間、出てきたばかりのアイテムになるので、今後、ね、どのような活躍を見せてくれるのか非常に楽しみなところではあります。バイスはね、盾で頑張っているので、まあ、そのうちね、バイスにも強化フォームっていうのを出てくると思うので、まあ、それはそれで楽しみにしていきたいと思います。まあ、今はね、まだ出てきたばかりのこのバリットレックスを、楽しんでいきたいなと思います。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。